朝日新聞の坪倉です。よろしくお願いします、はい、先ほどの行政と政治の分離についてですけれども、こういう見解をですね、市役所自身がまとめたこと、そしてその内容についての評価をもう一度改めてお尋ねできますでしょうか。いや、しっかり組織で、僕の問題提起に沿って、まあ、役所は役所なりの見解が、まあ、あるでしょうから、まあ、そういう見解も入れて、まあ、それは役所的にうまくまとめられたんじゃないですか。自分たちの考えというか、僕からの指摘に対して、全部それを受け入れるわけではなく、要はこの活動に、そのペーパーに載っている活動自体は、まあ、一つの行政活動として、正当性があるんだというような意見も出しつつ、だけれども選挙前の一定期間におけるその行政活動には配慮が欠けていたという、まあ、まとまりとしてはうまくまとめてるんじゃないでしょうかね。ただこれはまあ、市役所、これ所属長会議この後でいろいろこの話するんですよね、所属長会議で前兆にこの認識を持ってもらうために所属長会議開きますけどもね、まあ、この数ページのペーパーですが、これもまた一つ自治体 の、まあ、その行政と政治の在り方について、大きな問題提起になる僕はペーパーだと思ってましてね、まあ、全国の自治体これ見たら、なんでこんなの橋本が目くじら立ててわわわわ言ってんのって、多分どこの自治体もみんな普通にやってることだと思いますけどもね。でも違うよと。でちょうど沖縄防衛局長の問題も重なったこともありね、やっぱり政治と行政っていうものはしっかり峻別していかないと、それはね、役所組織や組合が、公務員の労働組合が固まった選挙になったら、そこに乗っかる候補者しか勝てない仕組みですから、今の日本の自治体の選挙の仕組みっていうのはね。だからしっかりそういう行政改革ってものをやっていこうというふうに思えば、その環境づくりからやらなきゃいけないんで、まあ、これから大阪市長候補には別に組合の応援がなくても選挙に当選できるような、まあ、そういう環境も作って、まあ、公平にね、組合の応援を受けてやってもいいんだけれども、別に組合の応援を受けなくても戦えるような状況ってものを作って、次のリーダーに引き継いでいきたいですけどもね。今までその大阪 市の選挙、市長選挙っていうのは、そのいわゆる中之島一家と呼ばれる、まあ組合だとか、その市役所組織、そしてまあ地域団体、諸団体がまあその選挙を担ってきたという指摘がずっとあったわけなんですが、そういったものからそのこう、まあ、本当の民意で市長選をすべきだというところが、そうです、そうです。だからどちらでもいいんですよ。市役所の職員だって有権者なわけですから、票を入れてくれてもいいわけですし、労働組合だっていいんですけども、それが市役所組織になったり労働組合組織になるのはダメですしね。市役所組織が動けば、それは地域団体だって動くんですから、無条件に補助金もらってる団体は。だからそういうところは全部断ち切って、それぞれが一有権者として選挙に参加できるような、まさに僕の言うところのその仕組み作りの、まあ、大きな第一歩ですね。ちょっと読んだ感想として、そのまあ行政の皆さんのですね、その当時の市長の指示、指揮命令に従ったのであるという、そういう思いがにじんでいる部分があるなという感想を持ったのですが、それについてはどうでしょうか。まあ、役所組織としては指揮命令にというところはある意味仕方のないところだとは思いますけども、ただ指揮命令だって明白に違法な場合にはそれに従わなくてもいいわけですから、まあ、これからはそういう指揮命令が来たときにはしっかり反論ができるような、まあ、一つの先例というか根拠にもなると思いますから、まあ、僕も今度自分の行動の中で同じような迂闊に政治と行政を混同したような指揮命令を、それは出さないとは言い切れませんからね、まあ、そういうものが出たときに職員側の方から、これはちょっと混同してるんじゃないですかという意見が出て、それでも僕が押し切ろうとしたときには、メディアの皆さんに今度役所側の方がね、いやこんなペーパー出してるんだけども、市長からこういう指示が来たんだけどもどうだろうっていうような投げかけが出ることはいいと思いますよ。だから最後正式に決定すれば、それは行政としてはその指揮命令に従わなきゃいけないですけどもね。でもその指揮命令が本当にいいのかどうなのかっていうところの、まあ、問題提起をする根拠になると思いますんで、だ僕自身もまあ一番律するための一つルールですけどもね。
その政治とその行政の役割分担という意味ですと、今までそのちょっと話は変わるんですが、政治はその大きな方向性を決めると、はい、行政はその、まあ、制度設計をやると、そういう中で今非常に特別顧問の方を多用されていらっしゃると思うんですよ、参与も含めてですね、このグレーの人たちの役割というのは、そのまあ政治と行政というその役割分担論でいうと、どういう位置づけになってくるんでしょうか。つなぎ役ですね。知事をやっててもそうだったんですが、やっぱり、今度は行政組織になって、さあ局長とか、まあ、知事の時の部長、霞が関でいうところの大臣、これ組織を背負うとね、そら組織の方に、重心を置かざるを得なくなりますよ。それは具体の部下の顔が見えるわけですから。なんで僕がえいやでこっちだあっちだっていうふうに言えるかって言ったら、そこまでその職員とある意味コミュニケーションがないっていうところもあるんでしょうね。それはいいか悪いかは別として、コミュニケーションがそこまで密なものがないから、そこへの配慮をそこまでせずに、わわわわ言ってるっていうところもあるのかも分かりません。まあ、これはコミュニケーション本当は取らなきゃいけないのでね、自分のやってることを正当化するつもりはないんですけど、だから、まあ、言いたいのは、やっぱり組織っていうものをそれ預かったらね、さあ人間関係の中でやっていくわけですから、よっぽど本当にもうそれこそ僕がいつも言うくるくるパー状態にならないとね、それは組織をそう背負ってるものを全部振り切って、こっちだあっちだとはやっぱそれはなかなかできないですよ。でそうなると僕が方向性を決めて、僕の方向性に従って、この行政の知恵、行政マンの力、これがそっちの方に行くかどうかっていうところを絶えずやっぱり、まあ、僕とのつなぎ役になってもらって行政と話をしてもらう、そういう存在って絶対必要です。もうこれやったら分かります。そうじゃないと僕がこう言っても、例えば職員基本条例とか教育基本条例も原さんやその特別顧問のブレーンがいなければ、僕と松井知事がチェックしなきゃいけないんですもん。できるわけないですよ、そんなの。もうどんどこどんどこ総務部やら教育委員会からわんさかわんさかその資料が来てですよ、直属の部下が総務部長と教育長、教育長は部下じゃないですけども、まあ、近いその職員が総務部長と教育長で、そこは真っ向から違うものが出されてきたら、僕らとしてはもう手に負えなくなるわけですね。まあ、そこをやっぱりつないでもらうのがその特別部隊の存在で、日本の政治には絶対に政治任用、ポリティカルアポインティ、絶対に必要です。でこれが霞が関にないからダメなんですよ。大臣はそういう意味では政治任用だというふうに思われているかも分かりませんが、もう組織の長になった以上はもう全然政治任用になってないです。だから官邸の中に、首相官邸の中にね、やっぱりその全体をこう見るようなボードというか、それが絶対に必要で、これ知事時代に僕はボードを作りたかったんだけど、やっぱり法制度の問題とかそういうところからなかなかうまくいかなかったんですが、日本のやっぱり政治をしっかり機能させようと思えば、その行政組織とそれから選挙で選ばれた長のこのつなぎ役として、この選挙で選ばれた長の周りにボードが絶対必要ですね。今大臣がそういう形になってないんじゃないでしょうかね。一般的な自治体、地方自治体においてはなかなかそういうブレーンが集まるっていう機会はなかなかないと思うんです。まあ、今橋本市長がそのかなりこう強力な発信力、実行力とお持ちなのでですね、非常に全国から著名な方が集まってきていると思うんですが、一般的にはなかなかそのいないので、町内から優秀な人を引き上げてっていうことかと思うんですけれども、こうなかなか、だからこのやり方がですね、普通の自治体には通用しないんじゃないかなと思って見ているんです。これをね、ビジネスとして成り立たせようという挑戦をしているのが原特別顧問なんですね。だからビジネスにならなきゃいけないですよ。今日当で、2万いくらとか上限ちょっと引き上げるようにという制度設計を指示して、もうちょっと上に上がったのかも分かりませんが、やっぱりそれは叱るべき待遇はしなきゃいけないと思いますよ。で叱るべき待遇をすればね、そういう経験のある人たち、まあ、原さんとか原さんの同僚とか、今テレビでいろいろ活躍してる官僚辞めた人とかいっぱいいるじゃないですか。みんなね、古賀茂明さんだってあれだけ今話題の人になって、テレビから何から引っ張りだこですけど、みんなやっぱり仕事好きなんですね。もう信じられないぐらい、もう古賀さんだって原さんだってね、だからちゃんと仕事になるように、これはあれでしょ、人材交流のそういう制度が、外部人材を登用する制度っていうのがしっかり制度化されてないから、
非常に不安定なポジションになってますけども、これをきっちり制度化して、それこそしかるべき報酬を与えて、それこそ公務員と同じぐらいの待遇を与えて、やればね、それは来ますよ。つなぎ役という意味では、まあ、従来、まあ、副市長がそういう立場を担っていた部分であったと思うんですけども、まあ、副市長の場合は議会の同意事項というそういう一つの、重みといいますかありますけれども、その特別顧問は、要項で定められているだけで、そういう同意事項ではないわけですよね。市長の裁量でどんどんこう選べると、そのあたりちょっとこう懸念する人も中にはその議会の高い派の中にはあるかと思うんですが、その辺は配慮っていうのはどうされますか。制度を、ね、しっかり作る中で、根拠を与えるためにはどういう手続き、誰の同意が必要なのかってことを、これやっぱり制度の中で考えなきゃいけないですね。今副市長は行政の、本当に調整役、それから市役所のある意味僕の代わりの代表としてね、振る舞う責任と権限もあるわけですね。だから議会同意になってます。で、今の特別顧問っていうのは言えば指揮命令権とかそういうものはないわけですよ。だから事実上やってるわけですね。だからやっぱりそこの重みは全然違うと思いますよ。今特別顧問という形について市役所の方が事実上それにね、従ってるっていうような状態ですから、これを法的にもそのような存在にするということになれば、首長だけの単独選任でいいのか、議会の同意が必要なのか、これは制度設計の中で議論しなきゃいけないんじゃないでしょうかね。事実上やってるっていうままでいいのか、それとも、もう制度設計で条例設置にするすべきだという今お考えなのか、それはどちらですか。それはだから議会でまた議論してもらったらいいんじゃないでしょうかね。形式的な条例設置っていうのはあまり意味ないですけども、議会に関与させてくれっていうのは、それは議会サイドの方の言い分が具体的であれば、それなりの分かる主張でもありますのでね。ただ特別顧問にそこまでの今決定権とか権限とか幅広い全般的なその権限っていうものはありませんのでね。だから今のような状態で やれてるんですけど、議会が、そのあたり議論しようじゃないかということになれば、これはもうきちんと議論して適切な対応をしますけど、ただね、政治任用の枠っていうのは絶対に必要です。それは府庁時代の時に、そういう話をした時に、町内での士気が下がるとかね、町内で その人材登用というか、町内での人材育成を阻害するとかいう声がありますけどもね、それはもう役割分担の違いですから、特別顧問、行政組織は行政組織でカチッと今までの秩序の中でやっていくっていうパターンと仕事と、その秩序をちょっと組み替えていくっていう役割をこうやろうと思えば、それは首長の周りに同じような価値観を持ったメンバーが集まらないとできませんのでね。なって大変恐縮なんですが、ちょっと別の話でですね、今日の午前中ですか、都市魅力戦略部会でですね、難波の駅前 のビジョンが新しいものが出たんですが、これ部会の中で市長も賛成だという発言があったんですが、その確認をちょっとさせて。大賛成です。ただ行政的にいろいろ詰めなきゃいけないので、それは警察協議も必要でしょうし、いろんな問題、タクシー乗り場がどうなるのかとかいろんな問題がありますから、それは行政的に詰めてもらわなきゃいけないですけど、あそこが広場化するって、僕はもともと広場というものは大賛成ですのでね、高島屋前がそうなれば非常に面白いんじゃないでしょうかね。高島屋前というと維新の会の節目 の街頭演説は決まってあそこの前なんですけれども、広場になっちゃうと、いいです、いいです、もう維新の会の街頭演説なんかいらないです、広場の方がいいです、はい、ありがとうございます、はい。毎日新聞の小林です、はい、よろしくお願いします、はい。ちょっとまたいくつかあるんですけど、まず交通局長の人事でですね、その藤本さんに白羽の矢が立ったの、先ほどちょっと理由述べられてましたけれども、改めてどうして藤本さんなのかというのとですね、もともとそのなんかお知り合いみたいな形だったのか、それともどなたかから紹介を受けられて藤本さんに決められたということになるのか。これは新谷さん、新谷局長に対してどうのこうのってことではなくてね、
もともと民営化というものを目指して、それから、まあ、組合問題というものももう就任直後からいろいろ把握していましたのでね、やっぱりこれは一度民間人の人に入ってもらって、民間的なその感覚で労務管理もやってもらうということはもうずっと決めてたんです、まあ、そこで僕の、まあ、数少ないこういう範囲の中でいろいろと情報収集をしたときに、ね、藤本さんの名前が挙がりまして、京福電鉄を去年副廃まで持っていかれて、経営的にも手腕が終わりですし、なんといっても組合問題についてもかなり、まあ、僕みたいなやり方じゃないやり方で真摯な対応のやり方で、非常にその組合との組合のといいますか労務管理についても長けているというような情報を聞きましたので、まあ、そこでお願いをしたということです。まあ、藤本さんの名前が出ちゃったんであんまり言いづらいのかもしれないですけど、複数の候補者がいる中でというよりも藤本さん一本にもう絞ってたような。いや、まあ、それはね、いろんな情報はいただいてました。ただその中で、またこれもいろんな方と相談しながら、まあ、最後に、まあ、絞ったということですから、まあ、いろんな方の情報はいただいていました。複数人の中から、まあ、藤本さん、まあ、そうですね、ということですね。はい。それから行政と政治の分離の話にちょっと戻ってしまうんですけれども、はいはい、先ほど梶田さんのまとめの中でも出てきたんですけれども、その、まあ、今後禁止するルールの上で時期内容状況など、まあ、外形的な観点から、ということなんですけど、時期の方は先ほど市長おっしゃられたように選挙の、まあ、何ヶ月前とかいうことはおっしゃられたそうですね。その状況とかですね、その辺内容っていうのはなかなか、まあ、区分けって難しいのかなと思うんですけど、何かこういうふうにしたら方さらできるとかですね、こういう物差しでやろうとか今考えられてる部分。いや、だから別に特にその時期にやらなきゃいけないような必要性がなければ選挙の後に送っていいんじゃないでしょうかね。あの地域行事めいたものはですよ。ただこれ区民祭りとかそういうのは地域主体のね、こういう祭りを先送りするとか、それ選挙いつあるか分かりませんから、初めから選挙の時期が分かってれば、スケジュールはもうこういう指針が出れば、これから組祭りの組み方っていうのも局の方はね、また区長の方は統一地方選挙とか市長選挙の前何ヶ月はもう入れないような、もうこれでスケジュール組みができると思うんですが、突発的にね、何かの選挙が入るとかいう時には、まあスケジュールを一気に変えるわけにもいきません。でその時には首長は挨拶に行かないとか、まあ、そういうルールになるんでしょうかね。主にはやっぱりじゃあ時期を問題視されてっていう形になる。時期を、まあ、選挙との時期をやっぱり勘案したところが一番、いや、一番そこでしょうね。でそうでないと行政活動は行政活動でやらなきゃいけないわけですからね。わかりました、はい。それとあとごめんなさい、この具体的な事例の一番の地方債残高のところなんですけど、これまあ、市も確かにこういうふうにホームページで批判されてたと思うんですけど、大阪府の方も確か当時ですね、大阪市の借金がその政令市の中でもちょっと多いんじゃないかって批判をされてたかとちょっと記憶してるんですけど、あれはね、まあ、これからこれもまた影田さんの方にお願いして、市役所のホームページの方に府で掲げてた主張を市役所のホームページに持ってきてくださいというふうに今お願いしてるんですが、あの時府のホームページは知事の主張というところを入れてるわけなんですね。まあ、それがだから影田さんとも話をしてて、まあ、それをやってもそれが市役所の主張なのか知事としての主張なのか区別はどうですかねという話もあったんですが、まあ、一つの区分けとしてはね、あくまでも知事の、ただそこはだから市役所の方としては市長の主張というところが政治家としての主張なのか市役所のトップとしての主張なのか、あまりそういう意識というのはなかったというふうに言われてましたので、まあ、これからはそういう区分けでやっていこうとは思ってるんですけどもね。これからじゃあ例えば市長の主張という形で、まあ、そういう政治的なことを、まあ、政治的なことって言ったらあれですけど、グレーなところですね。役所として完璧に行政の主張だと言えるようなもの以外は、それはもう市長の主張というところにくくって入れといた方がいいんじゃないでしょうかね。政令市の借金云々っていう話も市役所側の方からその絶対的な負債額は負の方が多い多いっていうのが、その当時の平松市をはじめバンバンそこを宣伝してたのでね、まあ、それに対する反論という形で載せたんですが、それを大阪府の主張にはせずに、もう知事の主張というところに入れ込んだんですけど。
ただその先ほど言われたような条例が施行された場合はそういう市長の部屋という例えばホームページであってもそういったグレーの市長は、まあ、一切選挙間近はしないということになる。あ、そうです、選挙のもうそうです、そうです、もう選挙のその期間になったらそれは自分ももうやらないですよ、それは。わかりました。はい、あとごめんなさい、ちょっと話変わってしまうんですけど、昨日府市党本部で職員基本条例案だいぶ、まあ、内容的には固まったと思うんですけども、はい、大阪市の方ではすでにその職員倫理条例というのがありまして、その、まあ、職員の分限ですとか、まあ、天下りの防止とかですね、そういう形で規定されているんですけれども、市長はこの、まあ、職員基本条例案を2月議会に提案なさると。そうすると職員倫理条例案については何かこう廃止するような方向に持っていくのかってことですね。だって倫理条例全然実効性ないですもん。それはもうだから僕らが維新の会が職員基本条例出した後に突貫工事的にババって出てきた経緯のものですから、まあ、それで何か役所組織がどうなるこうなるってことではないので、昨日の総務局からの確か意見で大阪府の職員基本条例案の中の9条から何条ぐらいまでの間のところにその倫理的な部分を組み込みますっていう市の総務局の意見がありましたから、まあ、合わせたような形になるんでしょうね。ちょっと行政的な手続きがちょっと無知なんであれなんですが、条例の廃止を2月議会で提案するという形になる。あ、分かりません、それはもう総務局で考えてもらいます。どういうふうに調整つけるのか。いずれにしても廃止する方向ではいや、だからそれが廃止なのかそのまま併存でいくのか、うん、もうその辺はもう行政として考えてもらえればいいので、はい、とにかく職員基本条例として提案するというところが僕の指示ですから、あとはもう行政で考えてもらいます。わかりました。